二人とも今日のホームルームはちゃんと出るの？それはその時のお楽しみ。さあ、予定もなったし席に着きましょうね。はい、みんな席についてホームルームを始めるよ。今日の議題は2週間後に迫った金の塚祭についてだ。ほら静かに、はしゃぎたい気持ちはわかるけど今はまだ授業中だよ。まずはクラス代表の実行委員を2名もしくは3名選抜したいと思う。誰かやりたいという人はいるかい？はーい、先生、私やります。今年もかよ、清水。ひだね、こういうの。まあまあ、いいんじゃないの。どうせ誰かがやんなくちゃいけないんだし。それじゃあ、一人は清水くんで決定でいいかな。じゃあもう一人はどうしようか。あ、先生、私が推薦するのってありですか？ん？別にいいけれど、誰を？一緒にやろうよ。楽しみにしてたんでしょ？だったらこういう役をやって目いっぱい楽しむのがセオリーよ。何って、いかに文化祭を楽しもうかなって考えてるのよ。本当だって。で、どうなの？やるの？じゃあもう一人はこの子で決定ってことでいいよね？じゃ、実行委員が決まったことだし、後の進行は二人に任せるよ。はい。ほら、あんたも前においでよ。これが委員会から回ってきた資料。清水くんは去年もやっているそうだから、だいたい分かってるかな。進行内容は中等部の場合とあまり変わらないはずだし、任せてください。まずはうちのクラスでやる出し物を決めます。で、提案なんだけど、他のクラスとの合同ってどうかな。あまり行われた例はないけれど禁止されてはいないね。ですよね。で、今年は何かと話題性たっぷりな転校生がいるじゃないですかね。え、ルイ、文化祭なんて興味がないからな。勝手に進めてくれ。言ったわね。じゃあ勝手に進めるから、後で文句言わないでよ。ルイザ君、そして転校生といえば、みんなもう分かったわね。七星先輩のクラス2年1組と合同で出し物をやろう。七星のクラスと合同だと？賛成！私も賛成！でも、できるのかな？彼女がいいなら、きっとなんとかなるよ。はっはっは！ま、そういうこと？あんた、私に七星先輩とお近づきになりたいって子多いと思ってさ。いやー、予想通り
で、あんたはどうなの？賛成？それとも反対？またまた、本当は一緒にできて嬉しいでしょ？清水、労働なんて面倒なだけじゃないか。そうだそうだ、どうせ合同なら森泉先輩のクラスがいい。あ、それいいな。はいはい、男子の言い分もわかるけど、例の演劇やって最優秀賞取りたいでしょ。そうか、そういうことか。なら賛成。ああ、それもまた後で説明してあげるから。じゃあ採決を取ります。我が1年1組は2年1組と演劇をやる。賛成の人拍手。はーい、全員賛成。正確に言うと、この子とルイザ君を除いてだけど、多数決で決定ね。いいですよね、先生。うん、反対はしないよ。けれど、2年1組との交渉は君たちでやるんだよ。分かってますって。じゃあ、早速だけど、放課後に2年1組の委員に話を持ちかけよっか。私もいるんだし。大変ってことはないと思うよ。私も委員長としてサポートするから。これからお昼を食べながらじっくりと説明してあげるからね。そういえば学食で3人揃って食べるのって久しぶりじゃない？いつもルイザ君か誰かがいるから。あんなにじっと見てたら嫌でも気がつくって。何かよ。別にそういうことしてもらう必要ない。あっちゃー、噂にたがわず不愛想なやつね。本人もあの調子だし、無理に声かける必要もないんじゃない？むしろ関わらない方がいいのかも。はあ、あんたってそういうところまで真面目よね。まあいいけど。とりあえず早く行こうか。席なくなっちゃうよ。そうね、急ぎましょう。それじゃあ先輩方、本番までよろしくお願いします。失礼しました。うん、頑張ろうね。それじゃあ七星くんはまた明日ね。ああ。いやー、
の希望演目も先輩たちと一致したし、うんうん、順調順調。はい、何？それはもう、そうなのか。俺はみんなになれと言われたからやったんだな。いや、ほらさ、一緒だと嬉しいんじゃないかなって思ってさ。そこはちょっとだけ反省。けど先輩、嫌じゃないですよね、実行委員があるの。別に嫌じゃない。まあ、向こうもうちと合同でやることに賛成してくれたし、ジタバタしても無駄よ、無駄。聞こえない、聞こえない、何のことかしら。とにかくさ、合同でやることに異存はないのよね、お二人さん。俺は嬉しい。こいつと違うクラスだといろいろ不便だ。これでルイザと同じように一緒にいてもいい理由ができる。ちょっと、あんた愛されてるわね。ごちそうさま。夕食も美味しかったわ。そうだよ、なんで遅れたんだよ。俺腹減って死ぬかと思った。今日は七星と二人で遅くまで学校に残ってたみたいだな。それは何でしょうか。私も聞いたわ。クラスの皆さんもとても楽しみにしているようだったわね。でも転校生の私は不参加ということになってしまいそうなの。残念だな。僕は初耳です。明日クラスの人に聞いてみます。そういや、不参加でいいかって聞かれた。めんどくさいし、いいって言っといたけど。それは寂しいのではなくて、せっかく学園生活を送っているのに。知らない、興味ないし。ごちそうさま。俺もごちそうさま。みんな食べるだけで仕方ないわね。お手伝いするわ。僕も手伝います。俺も手伝うか。大丈夫です。でもでも、お皿が。僕拭こうとしたんだけど手が滑って。急いで片付けますね。
二人とも破片で手を切らないように気をつけるのよ。あ、はい。はい。本当にごめんなさい。あなたのお仕事を増やしちゃいました。次はちゃんとやります。いた、ああ血が出てきちゃいました。何してるんだ？こんな時間に起き出して苦しい言い訳だな。そろそろ決着をつけないか？聞き飽きたぞ、それ。そろそろ素直になってほしいものだ。それとも、もっと強引な手法がお好みかな？おい。ち、邪魔者か。悪いけど、そいつ、俺のもんだから。何を勝手に決めているんだ。なんなら俺様の魔術をここで披露してもいいんだ。そのご自慢の魔術ってのは女を口説くのにしか使い道がないわけ。なんだ。そいつから手を離せ。じゃないと俺にも考えがある。どんな考えがあるのか見せてもらう。おい、お前、なぜ平気なんだ？何？今日は術の調子が悪いようだ。命拾いだ。別になんともない。負け惜しみじゃないの。お前さっさと寝れば俺も寝るし。何？お前のためにやったわけじゃない。